2018年6月17日23時25分 Hulu 版崖っぷちホテルに出演する岩田武則、山口乃々佳、山下健二郎、写真左から C ・ニュートン。6月17日に最終回を迎えたドラマ崖っぷちホテル日本テレビ系の後日談が Hulu にて2週連続配信されることが分かった。本作は破産寸前の土底辺ホテル、グランデ・インブルサを、破天荒な注文を突きつけるホテルマン、ウーミ、ナオヤ、岩田武則が、若き総支配人、桜井さな、戸田恵梨香らを巻き込みながら再生していく物語。ついに最終回で、頂点ホテルへと返り咲いた、ホテルグランデ・インブルサだ。だが、ホテルの、奇跡の革命の盾役者だった高見が再び姿を消してしまう。そんな謎が残る物語の後日談を書いたもう一つの崖っぷちホテルが Hulu のオリジナルドラマとして最終回の放送終了後より2週連続1000話で配信がスタートする。テレビドラマ最終回で姿を消した高見がもう一度お客様としてホテルグランデ・インブルサに帰ってくるところからスタートする Hulu の崖っぷちホテル。チルダ本日のお客様は、高見直也様から、2話、3代目 J ソウルブラザーズ from EXILE TRIBE の山下健二郎と E-Girls の山口乃々佳がゲスト出演することも明らかに。